墓の化け物。これは昔の話。その町には大きなお墓があったそうだ。そしてそのお墓に夜になると化け物が出るという噂があり、誰も近づこうとはしなかった。化け物なんているものか、本当に出るのか、俺が確かめてやろう。町でも怖いもの知らずな八兵衛は、みんなが止めるのも聞かずに、夜になるとそのお墓に行ってしまった。お墓は真っ暗で、提灯の光が照らすところしか見えない。しかし、噂に聞くような化け物は出てこず、八兵衛は全く怖くなかった。やっぱりただの噂だったな。みんな怖がりだから、夜のお墓が怖いだけだったんだろう。みんなが来れない夜にお墓に来た八兵衛は、町に帰ったらみんなに自慢してやろうと思っていた。そろそろ帰ろうかと思って八兵衛が引き返そうとすると、何やら後ろでガサガサ音がし始めた。なんだ？犬でもいるのか？八兵衛が提灯を向けると、そこには顔には黒い目玉が三つあり、口は耳まで裂けて鋭い牙が出ている。背は今まで見たどんな男よりも大きく、全身に毛が生えた化け物がいた。出た！化け物だ！八兵衛は急いで逃げ出し、近くにあったお寺へと逃げ込んだ。その寺には長道坊さんがいた。助けてくれ！化け物が出た！慌てて走ってくる八兵衛を見て、これはただごとではないと感じたお坊さんは、これは大変だ。急いでこの箱の中へ隠れていなさい。と言って、お寺にあった人が入れる大きさの箱に八兵衛を隠し、目をつぶってお経を唱え始めた。しばらくするとお寺の扉がガタガタ音を立てて化け物がやってきた。お坊さんはひたすらお経を唱えて、怖くて目も開けられずにいた。クンクン、クンクン。どうやら匂いを嗅いでお寺の中を探しているようだ。すると今度はガタガタ、バキバキと何かが壊れる音がし始めた。そしてまたしばらくすると、くちゃくちゃ、ポリポリ、何かを食べているような音が聞こえてきた。お坊さんは怖くて逃げ出したい気持ちを我慢しながら、ひたすらお経を唱えていた。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。どのくらい経っただろうか、いつの間にか化け物の気配は消えていた。八兵衛、大丈夫か？化け物はいなくなったぞ。お坊さんは急いで八兵衛を隠した箱に近づき、中を開けてみた。いやー、箱の中に入っていたはずの八兵衛は、もう骨だけになっていた。そしてそれ以来、その町では、夜のお墓に行こうとする怖いもの知らずな者はいなくなったのだそうだ。